どうも、さわやかごろでございます。いやー、皆様、もう9月もね、後半に入りまして、秋でしょう。秋。いろんな秋ありますよね。体育の秋、読書の秋、芸術の秋、なん、激辛の秋。ということで、さわやか激辛部。指導俺ら仲間だろう。さあ今回はですね、私こんなもの見つけました。ダダン。はい、カップヌードルさんから出ましたこのね、辛麺。くー、とうとう出ましたよ、カップヌードルさんからのこのね、辛麺。むちゃむちゃ楽しみじゃない。こう皆さん食べました？ちょっとね、新商品、まあ、過去に出たことあるのかな。僕的にはこのカップヌードルさん系でこの初めて見たんだよね。鉄板でうまいですからね、カップヌードルさんは。僕はね、あのカップヌードルミュージアムにもね、過去2回ほど行ったことある。安藤桃福さんのね、満腹も見てましたよ。完全に見てました。前後2分ずつぐらい多く見てましたからね、満腹も。まあそのくらいカップヌードルはね、カップラーメン食べない時期あっても結構カップヌードルだけは結構食べてたし、カップヌードルの思い出としては、あの小学校の時とか、まあ、市民プールとかね行って、僕だったらあの轟アリーナってところにね、轟プールってのがあったんですよ。そこにね、みんなで行って、唇がもうブルーベリーぐらい紫になるぐらいまで入って、ギンギンに冷えたところでこのカップヌードルを食べる。あとサッカーやってる時ね、それも轟アリーナの横にあるサッカー場、そこでさ、ヴェルディ川崎の試合もいいんだよ。すんごいこう雨が降ってる中とかもさ、カッパを着てヴェルディ応援したりしてて、ギンギンに冷えたところで食べるカップヌードル、最高だね。ってことは、ギンギンに冷えた状態で食べるカップヌードルが一番うまいってことかもしれないけどね。まあそんな中、この今日はこの辛麺食べていきたいなと思っております。それでは行ってみよう。開けてみます。オープン。おお、なんだこれ。ちょっとひき肉っぽい感じとあれが入ってるね。結構辛そうです。お湯入れていきましょう。じゃあ僕は息を止めてる間だけやります。レディーゴー。行っちゃいましょうか。ちょっと固めではございますけども、開けていきましょう。オープン。おぉ、こんな感じ。うわ、ドロドロ。見て、辛そう。うわ、結構辛そうよ、ドロドロ系。さあ、それではちょっといただきます。まずプースーから。まさかの酸味、書いてないけど、あ、これキムチパウダーのキムチの酸味かも。あ、うん、意外と辛い。え、うまさ6、辛さ4みたいな風に書いてあったと思ったんだけど、あ、結構辛い、思ってるより辛いですね。この酸味がちょっとトムヤムクンっぽいかも。でも、うん、うん、辛いっていうよりはちょっと酸味がある辛さ。めっちゃ酸味ある。なんていうんですかね、
賞味期限は全然大丈夫です。だからカップラーメンのこの辛い系でいうと蒙古タンメンと乳タンタン食べたけど全然違いますね。またカップヌードルさん、この麺がまたうまいんだよね。うん、カップヌードルミュージアム行くと自分で作れるんですよ、カップヌードルを。あ、でもね、思ってる全然辛い。ちなみに皆さんはカップヌードルどの味が一番好きですか？定番でいくと、あの普通の醤油とシーフードとカレーかな、うん、僕はね、決められごめん、マジで人生割ったらちょうど 3.3個分この10で割ったら食べてると思う。どれ多く食べてるとかないもんな。マジでぴったり一緒かも。ちょうど。あ、でも汗かいてきた。ごちそうさまでした。さあ、ということで、今回はね、日清カップヌードルさんの、この、辛麺。辛さは結構ちゃんとありましたね。ただね、僕的には結構酸味が強いなって思いました。これキムチパウダーなのかな。うん、でもちょっとね、これから寒くなった時に食べると多分普通のカップヌードルもカッカしてくるから、この、まあ、暖を取れる、うん、俗に言う暖トレですね。暖トレができちゃうパターンのラーメンだと思っております。はい、いやー、ちょっとまたね、行けるようになったら俺カップヌードルミュージアム行きてえな。あそこめっちゃ楽しいんだよ。あー、桃福さんのね見てね、テンション上げていきたいな。ということで、皆さんもぜひ辛いの食べて、こうね、体を中からモリモリしてください。ということで、現場からは以上です。俺ら仲間だろう、一緒に笑ったろう、共に泣いただろう、ずっと頑張る。